こんばんは。こんばんは。声聞こえない。嘘、マジ？聞こえない？あーひー、あ、聞こえてる。ごめんなさい。8時までやります。8時までやります。お話し会ありがとうございました、皆さん。あ、今日、そう、今日の服です。怪しい。今日のお洋服さ、レミの骨格にめっちゃ合ってて、そう、レミさんすごい、このここが首が詰まってるのじゃなくて、あとパフスリーブみたいなのがすごい骨格に合うんですよ。スタイルがよく見える。そう、骨格に合ってる。大人っぽいでしょ。ハーフアップなんてしちゃったりしましたよ。あとこれつけてた、リボン可愛くない？これめっちゃリボンクリップ、激カワなのよ。これはシーンで買いました。嘘、嬉しい。服もそう、大人っぽくした。マジ？なんか結構好評でした、これ。今日コンディションいいな、ほんと嬉しい。大人っぽいなって自分でも、ちょっとなんか大人じゃんと思いながら。したよ。シーンはめっちゃいいよ。ヘアアクセ豊富すぎて超かわいい。そう、シーンっていう通販サイト。ね、そちらでいつも明日のお洋服。そう、明日はちょっとは見えないのか。でもそう、あんな服を着ます。そうです、コスパ最高。あ、そう、グレールもめっちゃか、このお洋服とかグレールだし、グレールめっちゃ買ってる。グレール超かわいいと思って。そう、あとはあんまりレミ安いのありがとう。安いのをよく買うかも。なんかそう、でもね、あんまり良くないんですよ、たくさん服を買うっていうのは。環境には良くない。リミタンって骨格なに、なんかウェーブって言われますね。ウェーブだと思ってます、勝手に。でもなんかめっちゃウェーブだねって言われるけど、本当のどこわかんない。ウェーブらしい。そう、ハイブランド買えるぐらい頑張ります。今日なんかかっこいい、ありがとう。かっこいい？黒だからかな。ありがとう。ウレピオです。嬉しい、おいしい、ビタミン C ミニマリストね。そう、ミニマリスト大切。ありがとう。そう、今日もたくさんありがとう。朝早くからね、お世話になりました。明日も朝から早くからよろしくお願いします。え？ね、この続き、この続きは友達がいてて面白かったけど、そう、ちょっと、え、なんか、え、どういうこと？どういう絵？何、どういう絵なの？エミタンってたまに面白いよね。本当たまになんだ。確かにリミは面白い人間ではない。面白い人間になりたいけど、面白い人間にはなれない。そう、リミ滑らないよ。本当、お話し会はいつも面白い。嬉しい。もうそれをお話し会来てくれた人しか分かんないあれですね、レミの面白さは。はい、ありがとうございます。なんかね、今日ちょっとコンディション悪めですけど、今日はひゆかと会ったんですよ。おひさって感じで会って、たくさんお話しした。マジで
マジで3時間ぐらい話したかな。そうサラダしと、そうサラダしと話してた。めっちゃおもろいやんっていう。インスタありがとう。サラダ食べてなかったね。サラダ食べてなかった。サラダし元気だよ。久しぶりに会った。そうサラダ坂川と。なんか本当にね、なんかさ全然話脱線するんですけど、切り取りバズってる。嘘だ、絶対バズってないよ。バズんない。なんかレミあんまり、どういう切り抜きっていう切り抜きって感じ。そう面白い。なんかめちゃめちゃ芸人並みな、芸人さん並みな面白さを目指さなくていいんですけど、人をくすっ面白く、なんか笑わせれるような面白さは欲しい。そうなんかさ、人を笑わせてる人すごい、マジでマジ感動です。古典のイントネーション一緒。古典だよ、古典古典古典だよ。俺意味は古典で貫くので。それを見たの、その切り抜きを見たんだけど、想像以上に古典で言ってておもろかったです。そうびっくり。あ、 TikTok 見た？みんな TikTok 見て。本当に撮った。ちっちっちっち、見た？コメントもしましたか？コメントしていいねして拡散しました。皆さんリンクコピーも大切なので、ぜひリンクコピー拡散希望です。あのキャップ初めて。嘘、あのキャップめっちゃレミあのかぶってる。なんならヤンキースのよりかぶってるってぐらい、いつもあのキャップかぶってる。そうバッチリ、ありがとう、嬉しい。あ、今日配信でさ、久しぶりにメイクしてる配信、目に焼き付けてください。いつもすっぴんで、ね、ごめんなさい。 LA のキャップソロ見たことあるよね。多分メールにはね載せたことあるかもしれない。そうメールには載せたことあるんです。そう多分あるよね。そうなの。あ、昨日公演ありがとうございました。そう、なんかさ、最近公演出るたび対角線いいねって言ってくださる方がとっても増えてて、一番対角線が良かったっていう方がたくさんいて嬉しかったです。本当になんか一番というか、すごい意識して頑張ってて嬉しい。インスタライブインスタライブこの顔ですんの大丈夫かな。インスタライブとか確かに最近してない。え、なんかまあいいや、いつかします。対角線、他に皆さんどれが好きですか？レミのドラ明けの曲で何の曲が好き？表情とか込みで気になる。なるって感じ。あ、なるさん、なるさん、なるさんだったよ。気になります。あ、タンポポの決心ね、この決心いいよね。マジ好き、レミあの曲。そばかすね。あ、拳レミは好きよ。拳はもうね、魂込めて歌ってるのでぜひ見てほしい。拳もね注目ポイントです。なんなら拳がレミ一番注目ポイントってぐらい。あー、残念少女もいい。拳でね、対角線一択。対角線いいよね。対角線衣装も可愛いし、若いゆにらみ怖い。さあ、そういう曲ですから許して。そう、横須賀、横須賀ね、いいよね。横須賀カープ
若ゆ。あ、本当？女子高生はやめられない、輝いてるって嬉しい。そう、対角線と拳自信ありかも。残念少女も好き。結構全部いい、マジ嬉しい。それはなんかそう、成長、なんか久しぶりに公演来てくれるファンの方とかが本当に成長したねって言ってくださる方がたまにいて嬉しかったです。すごく嬉しいです。本当に成長したって。もうね、最初がひどかったから。あ、春一番わかる全部いいやん。それは見ていて感じる。本当嬉しい。もっとね、それ明け千秋楽まで成長を組み重ね、積み上げれるように頑張ろうと思っているので、頑張りますので、皆さんたくさん褒めてください。良くなったねって言ったら、ちゃんと良くなったなって思ったら随時言ってもらって、全然受け止めるので、はい、受け止めるのでって。そう、そう、褒めてください。どんどん徳永レミを褒めろという感じで褒めて、良くなってる、嬉しい。そう、褒めて伸びるのでね、よろしくお願いします。自分で自分から言った方が、そう、褒めてくれるかなって思うのでやっぱりわー嬉しい。そう、リミタン可愛い、リミタンすごすぎ、わーちょっと気分がすごくいいです、褒められるとありがとう。え、嬉しい、世界一可愛い、一番可愛い、あ、嬉しい、ありがとう最高、最高の気分で今日はいい眠りができそうです。あんた最高だよ、最高、あんた最高だよ、嬉しいな、その言葉に。じゃあ嬉しい、可愛い、あ、嬉しい、ありがとう、世界一可愛い、あ、嬉しい、あ、ありがとう、劇場行くとやっぱりみたいなな、あ、嬉しい、超嬉しい、あ、ありがとう、素敵すぎる、あ、嬉しい、顔、顔はいいってどういうこと、わ、わ、わだって、天才だ、あ、嬉しい、あ、嬉しい、あ、嬉しすぎる、この時間レミとかすぎてる、わー、何この、超、そうそう、ごめん、なんか歴史上一番可愛い、本当超優しいじゃん、超優しいよ、みんな、みんな最高。歯並び好きや、ウケる、超面白い、ごめん、あ、嬉しい、嬉しい、超嬉しい、ありがとう、あ、嬉しい、レミタンだけしか愛せん、嬉しい、ありがとう、可愛すぎて息がつらいちゃんと息して、息しよう、そこは呼吸しっかり、あ、嬉しい、あ、右下の前歯が好き、あ、嬉しい、あ、嬉しい、ありがとう、あ、耳の形ね、ありがとう、あ、やばい、嬉しすぎてる、これは、これは耳得すぎてる、なんかごめんなんかごめん、時間だ、エミタのモチベ向上委員会作りましょう、で、引き指的かわいそう、嬉しい、ありがとう、あ、嬉しい、一番です、あ、あ、あ、レミタの呼吸、目が好き、あ、OK、あ、嬉しい、あ、嬉しい、あ、嬉しい、嬉しい、あ、嬉しい、あ、嬉しいです、あ、生きてるだけで幸せフィーバー、やばい、超嬉しい、可愛すぎて心拍数上がりすぎて倒れそう、倒れないで倒れないで、絶対に、頭の先から足の先まで全部好き、あ、存在が好き、あ、嬉しい、あ、嬉しい、一番可愛い、あ、嬉しい、ありがとう、嬉しいな、声も好き、あ、全部、あ、嬉しい、あ、嬉しいな、幸せだな、あ、ヒユカ好き、あ、わかる、わかる、わかるありがとう、嬉しいです、とてもみんなが褒めてくれて、なんか幸せです、本当に、こんなにレミのことを褒めてくれてるだけで、うん、本当に幸せ者だなって思います、常日頃。生きがいができました、何それ、やばい、嬉しい。
なんかレミのことを生きがいって言ってくれるなんて本当に心が優しい。嬉しいな。幸せな時間をありがとう。本当にありがとう。生きがいってなかなか言えないよね。リミタンのテンション好き。嬉しい嬉しいな。すごくそう言ってもらえて、なんかありのままのリミタンでいいよってたくさん言ってもらえて嬉しいです。本当にうしいな。ありがとう、たくさん褒めてくれて。やばいなんかもう嬉しい。本当に泣けるよ。嬉しい。話しやすさ生は本当話しやすいって言ってもらえるのが一番嬉しいな。一番っていうか嬉しい。超なんかレミあんまさ、なんか人見知りなのもあって、人とコミュニケーション別に得意な方じゃないから、話しやすいって言ってもらえて嬉しいです。ありがとう。オリゴ糖親しみやすある。本当に嬉しい嬉しいです。話しやすいって言ってくれるのめっちゃ嬉しいんだけど、本当に嬉しい。皆さんの話しやすい、本当にね、人見知りなんですけど、人見知りじゃないんですよ。素を出せば人見知りじゃない。そう、嬉しい嬉しいな。そこまで年下感感じさせないぐらい話うれそう。マジありがたやすぎる。マジで初めてという感じしなかった。本当マジ嬉しい。素を出していくってなかなか難しいけどね。でもなんか全てをそう頭の回転早い。そんなことないよ。褒め配信すぎてる。これは幸せ配信だ。期末テストは終わりましたよすごいタイムリー、タイムリーっていうかすごいたくさんテストの話してたけど、そう気なさないで。気なすって何？なんどういうこと言われるの？気なされるって。夏休み、あ、やばい配信しますよ。テストだったから配信がなかっただけで、これからは時間がある限りするのでそう、すごいごめんなさいね、配信頻度少なすぎて申し訳ない。マジで嬉しい。そう、テストなんかレミ本当に何だろう、一つのことに集中したいタイプで、なんか両方うまくできないんですよね、時間配分とか。そうだからなかなかね、そうあれだけど、そうだからテストとかテスト期間とかになったらちょっと静かになるあドボンたまにしてますよ。出現してます、出現してるので、行ってないだけで結構してますね。嬉しい、ありがとう。嬉しいな
クスッとされてます。行って、あーごめん。そう、話し会さ、テンション高めでお送りしてます。現場からは以上です。本当にしてるよ本当にしてる、スタマニにしてるよ。だから当たったらラッキーみたいな感じ。そうそうです、そうです。ひゆかちゃんとコラボ配信お願いします。コラボ配信したいですね、ぜひ。でもコラボ配信なんてショールームでやってる。コラボ配信ブーム去ったよね、めちゃめちゃ。あ、そう、レミと、そう、レミレターめっちゃ読んでんの、レミ。もうね、1時間に1回ぐらいはレミレターで、1時間に1回以上はレミレターでね、エゴサしてるの。増えてないかなーって、いっぱいスクロールしてるけど。そう、だから、めちゃめちゃ、レミレター、投稿してください、ぜひ。皆さんがお忙しいのは本当に承知しておりますけど、私好きに。そう、めちゃめちゃ見てる、めっちゃ読んでる。 API 制限になりそう。でも最近なんないよ、意味で見れた。恥ずかしいなんて、そんな大丈夫ですよ。存在忘れてたなんて悲しい。それぞれこれで思い出してください。で見れたがわからない、ハッシュタグで見れたで、なんかレミのメールの返信だったり、あともう、ね、全然メールの返信じゃなくてもレミに伝えたこととか日常の出来事を全然何でもいいです。あ、今ハイも見てます、ハッシュタグ今ハイ、ありがとうございます。なんかさ、なんか見られないようにする機能もあるよね。なんかそれでやってる方もいらっしゃって、ありがとう。そう、たくさん見てニヤニヤして、朝一発目はレミレター、朝一発目は755、そしてレミレタ、はい、見てます。待って、レミタンのメール700件ぐらい未読で溜まってるな。なんやねんそれ、自慢にならないからね、ちゃんと読んでそんな機能あるらしい。そう、あ、サークルみたいな、そう、ちゃんと読んで、未読にちゃんと読んでください。755もめっちゃ、755のコメントとかマジでめっちゃ見てるからね、レミ。でも755、みんな存在覚えてる、755。毎日動かしてますし、コメントもめっちゃ読んでる、755のコメント。でもあんまり最近、少ないなって。少ないっていうか、初期に比べたらみんな755。そう。めっちゃ見てるからね。多分みんなが思ってるよりめっちゃ見てるから、 SNS めっちゃ映画さしてるから映画さしてる、やばすぎる。あ、そう、755で覚えてる方ももちろんいるし、あれやばい、ウケる。レミタン起きたんだそう、毎日レミを考える、やばい、そこまで言いませんけど、全然皆さんお忙しいのでね、やれるときは。あ、そう、チームビーお試し期間なので、そう755やってます。755ね、毎日挨拶してる。だからレミの起きた時間わかるよね、みんなきっと起きてすぐ755開いておはようございますって言ってるから。755の絵文字には特に意味はありません。なんか気分でポッと押してる。嬉しい、ありがとう、挨拶。今日は7時ですね。そうですね、今日は7時に起きました。嬉しい。そう、7時前後多いね、確かに。早起き、夏
夏休みしたいことは、花火したい、花火みたい、バーベキューもしたい、お祭りも行きたい、プールも行きたい、海も行きたい。でも今年の夏楽しみすごいね。イヤホン怖いよね。一人プール頑張って、やばい一人プールね、頑張ろうかな、頑張ってみようかな。皆さんな何するんですか今年の夏。でもフェスとかもたくさん出たい。お祭り行ってきていいな、羨ましすぎる。バーベキューね。今年の夏はなんかさ、来年とかさ、まあ、高校3年生になるわけじゃん。でなかなかなんか楽しむなら今年の夏かなってめっちゃ思ってて、そうだからマジで楽しもうと思います。今年の夏 JK なんか去年の夏はありがたいことにたくさんイベントとかに出させていただいてて、そうお仕事お仕事って感じ。お祭り行きたい。そうだね。そう、花の自分ってお祭りの屋台、なんだろうな、何があったっけ。でもかき氷とか安定に好き、唐揚げとかも去年お祭り行けなくてね。あ、かき氷巡りね。今年たくさんかき氷行こうってお友達と約束してて、また行くんですけど決まってて楽しみで、この前ママとかき氷行きました。美味しかった。今年はたくさんかき氷食べます。あ、そう、福島の頑張って、福島が新宿であるらしい。福島だけど新宿、そうなので、それもあるので楽しみです。夏楽しい。なんかね、毎年っていうかあれなんだけど、毎年ね、いとことかおばあちゃんとかとみんなでバーベキューしてたんだけど、去年あったのかな、なんか最近コロナで全然できてなかったんだけど、毎年あったのね。それがマジコロナになるまでは毎年あって、で今年は開催されるらしいんだけど、そう結構ね、あのいとこたくさん、もうねめちゃめちゃ大人数でみんなでわーっておバーベキューしたり遊んだり花火したりするんだけど、それが今年は開催されるらしいの、おばあちゃん家で。だからなんかそう、さすがに行きたいと思ってて、そうお盆休み、いとこたくさんいます。いとこの中でレミが一番下、年下、一番末っ子です。みんな大人、うん、みんな大人。そう、そう、あ、浴衣ね、浴衣着たいんだけどママに着れないでしょって言われたから着る予定ないです。でも可愛い浴衣欲しいな、なんか可愛い方欲しい。いとこからお年玉もらえる、もらった気がするな。そう、みんなもう社会人とか子供いたりするんですよ、いとこもう。そう可愛い。そう、浴衣は自分で難しく着らないでしょって。そう、浴衣ね、ガイナ祭り今年ね開催されるらしいですね。皆さんが知ってますか、ガイナ祭り。鳥取県のお祭り、シャンシャン祭りもありますし、ガイナ祭りもあります。そう、浴衣来ません、お話し会で。でも29日はポリス来ます。そう、ガイナ祭り、レミシャンシャン祭り、もうレミのための祭りやん、シャンシャン祭りって。確かにそんなことありません。シャンシャンシャンってするの、シャンシャンって誰も知る。めっちゃ有名だからねこの祭り、もう鳥取県盛り上がってるから。それでそう、シャンシャン祭りがあるんだけど、なんか
きたい、とっても行きたい。鳥取遠征希望ね、本当にそうだよね、みんな心待ちに待って。そうジンベエね、ちっちゃい頃ジンベエ来てた、お祭りとか。そうヒョウ、なんかヒョウ柄のジンベエとか来てた。あ、開けるよね、めちゃもろいやんって。なんでヒョウ柄なんだろう、家にあったのヒョウ柄。なんかなんかママもお姉ちゃんもヒョウ柄好きで、ヒョウ柄のジンベエ着てた気がする。ウケるよね、めちゃめちゃ。そうママヒョウ柄好きなんだよね、お姉ちゃんも好き。そうだから割とヒョウ柄のものあって、めちゃめちゃ。そうママね、元なんかギャルだったらしい。知らんけど、パパ情報ギャル。どうなんだろうな。ね、ヒョウ柄。ママのカバンとかヒョウ柄だし、ヒョウ柄のイメージある。関西人じゃないよ。鳥取県民。みんな鳥取県民です。マジで鳥取でイベントしたい、レミは。鳥取。本当にした。したすぎてる。もうね、どうする？できなかったら。悲しすぎるんだけど。なんか今ハイってさ、公開収録とかしたいよね。だから行ってみますね、松原さんに。公開収録したいですって行ってみます。皆さんもたくさんハッシュタグ今ハイで公開収録希望ってツイッターでたくさんつぶやいてください。そしたらもしかしたら叶うかも、わかんないけど。公開収録してください、鳥取のイベント欲しいですって。鳥取遠征したいですってみんなからの力が必要なの。ぜひ松原さん。そう鳥取本当にいいとこなのね、本当に来てほしい。松原さんね、スタッフさんいます。 P プロデューサー、多分松原さんプロデューサー兼あれですよ、あの今日アナウンサーさん、プロデューサーっていうかもう一人いるんですけど、もう一人スタッフさんがいて、そう台本も松原さんが書いてくださってて、松原さんお願いしますって。皆さんプロデューサーっていうか今ハイを総括してくださってる方っていうか、今ハイを、今ハイのことをしてくださってて、そう感謝。構成込み、そう構成すべてしてくださって、あのコーナーもあるじゃん、七不思議とか、それも全部松原さんが考えてくださってて、ねえ大山来てよ、みんな牛骨ラーメンも美味しい。そうです、コーナーも多分ね松原さんが考えてくださってるんです。七不思議とかマネージャーレミにお任せっていう、そう、牛乳です、牛乳見えろ、ラーメン食べたい、わかる、めっちゃわかる。あのそう鳥取絶対牛骨ラーメンは食べてほしい。悟空、そう悟空です。企画面白いよね、レミ。 Z トークが大好き、七不思議も好きだけど、マネージャーもいい。 Z トーク好き、 Z トークね、マジで今はい聞いた方がいいですよ皆さん、めっちゃ面白い。自分で言うことじゃないけど面白いと思います。あ、 YouTube も見てください。 YouTube だったら動いてるのが見える。そう面白くない？面白いよ。なんかね、そう面白いです。たまにじゃなくて、気が向いたらな、すごい反抗期みんな。気が向いたらたまにとか悲しい。そう
レラララララディコだっけ、いつも忘れる。レディコ、ラディコ、ラディコで合ってる。レディコ、ラディコ、ラジコか、ラジコ、ラディコ、めっちゃ発音いいね。ラジコ、すいません、ラジコです。ラジコでした。インスタグラムもぜひフォローしてください。インスタグラムいろんなねリール上がってるんですよ、マジで。フォローしてないと。そのレディコ、ラディコラディコ、ラディコ、ラディコ、ラディコです。ラディコ、そう、ラディコ、ラジコでした。一生覚えられないわ。今何分、あと2分経っ、10分、10分になったらランキングを見ます。あ、10分過ぎて15分になったらランキングを見ます。ラジコね、そう、じゃ覚える努力はしてるんだけど、してるんですけど覚えれない、忘れちゃってる。15分になったら教えてください。いやいや、皆さんもきっとお疲れだろうに、見てくださってありがとうございます。時間を割いて私の配信を。ハーフアップいいなって今日ちょっと思っちゃったよね。カメラのことキャメラっていうのは確かにそういうニュアンスだよね。ニュアンスは間違ってない。確かに、シーカーニーカニカーニーカーニーカニカーニー。インスタグラムも投稿したのでぜひ見てください。今回のインスタグラムは漏れてます。いつも漏れてるのしか出さないけど、特にこのお洋服マジ可愛いよね、本当にね。これでもグレールなのよ、すごいよね。グレールすごいよ、すごいな。嬉しい、みんなありがとう、来てくれて。ピザ食べたい、ピザ食べたい、ピザ食べたい。ごめんね、食べたすぎて。あ、そう、あ、そうそう、似たようなワンピ持ってる。ほんとかわいいよねこれ、嬉しい。ワンピース、ワンピースとか最近よく着るようになったんですよ。なんかロングとかも最近ちょっと買っちゃって、ロングワンスカートとか、ロングのワンピースもちょっと可愛いの見つけちゃって買おうかなってなんでって、そう、だからそう、ピザ食べたい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 、焼肉食べたい、焼肉食べたい、焼肉食べたい。おしゃれランチピザいいね。でもさ、ダイエットしなきゃだから頑張ります。そう、可愛いの見つけてテンション上がる。なんか服どれぐらいの頻度で買ってる？え、全然リミ、お洋服買わないっていうか、そんなめちゃ頻度で買ってない。なんかあんまりね、リミ、そう、ネットで買うことが多くて、本当はもうその場で見てその場で買いたいんだけど、なんかさ、お店に行く勇気ないというか、お店で買う勇気ない。ちょっとまだお子ちゃまだからさ、まだそんななんかおしゃれなお店に入ってなんか買ってる姿とか想像できない自分が。だからちょっとネットでし、なんかそう、なんかちょっとね、お子ちゃまっていうかドキドキしちゃうの、お店でお洋服買うの。なんだろう、なんかさ、ウィゴーとか、ウィゴー、ウィゴーとかなら全然いけるんですけど、なんかダズリンとかチコとかスナイデル、スナイデルお姉さん好きか、そういう系のお店に行くとちょっとなんかレミがこんなとこで買っていいのかなって思っちゃって、そう、緊張しちゃうので、お洋服あんま買わないかな。着回し、頑張って着回し、そう、洋服ね、洋服嬉しい。8時15分、ありがとうございます。ランキング読みます。
あ、マウジーとかね、わかる。そう、そこらへん。あー、13位雪村さん、ありがとうございます。12位みかんちゃん、ありがとうございます。11位小野さん、ありがとうございます。10位リンナルナギ、惜しい、かっこオフラインたくさん来ました、ま、ありがとうございます、待ってます。9位ゆきたん、ありがとうございます。8位山ちゃん、ありがとうございます。7位よしのりさん、ありがとうございます。6位サブちゃん、アットマーク、ありがとうございます。5位みずさん、ありがとうございます。4位五郎さん、ありがとうございます。3位永井さん、ありがとうございます。2位立花アットマーク、明日も楽しみさん、ありがとうございます。そして1位先生、ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。ではラッキーレミ。26位プチさん、ありがとうございます、おめでとうございます。続いて43位エルフさん、ありがとうございます、おめでとうございます。ラストドン、びっくりした、怖い、なにこれ、ちょっと死んで。85位アレックスさん、ありがとうございます、おめでとうございます。皆さんありがとうございました。ではなんか ずれてねここだわ、なんか皆さん。では明日のお話し会もよろしくお願いします。では良い睡眠をお取りください。バイバイ、ありがとうね。バイバイ。